今回は、フォルクスワーゲンの、ポロに乗りました。今年モデルチェンジを果たしたポロの、最も大きなトピックといえば、やはりボディサイズの拡大でしょう。全長は4メートルを超え、幅は1750ミリに達し、したがって、先代の5ナンバーに対し、3ナンバーとなりました。ただ、輸入 B セグメント車は、もはや、軒並み3ナンバーになっていますし、個人的に気になったのは、1リッター、3気筒エンジンの採用という点です。これを、フォルクスワーゲンの世界観にマッチさせられているのかを、検証していきたいです。デザインですが、低重心な印象になったとともに、プレスラインが増加し、派手な印象になったと思います。もっとも、ライン自体は美しく引かれていますし、それでも国産車などと比べると、まだシンプルさは失っていないと言えるでしょう。ウィンカーランプの波打つ演出などを見ると、これをワーゲンがやるべきだったのかと、ちょっと複雑な心境になります。迷いがなく、一直線に引かれたラインだったり、ボディパネルの隙間の統一感を見るにつけ、やはりワーゲンの技術力は高いと思い知らされます。輸入車の中には、製造工場によっては、チリ合わせに難をつけたくなるものもあったりしますが、とりあえずこの個体のクオリティは素晴らしいです。正面から見ると、ゴルフかと思うくらいの存在感を放っていますが、横から見ると、ショートノーズで、やっぱりポロだと安心します。ホイールベースは伸びていますが、前後は下がっているので、四隅に追いやられたタイヤなどからも、以前はこじんまりとしていたポロも、どっしりとしたイメージになりました。タイヤは、コンチネンタルの、コンチプレミアムコンタクトが装着されています。この車は、上位グレードの、ハイラインですので、16インチとなります。ホイールも、ワーゲンらしい、実直な感じがあります。内装を見ていきます。ドアは薄い印象で、内張りに触ると硬く、プラスチックを感じさせます。ダッシュボードの上部も、硬いプラスチックなのですが、全体的な世界観というか、質実剛健な、フォルクスワーゲンらしいクオリティの高さを、コンパクトカーという予算的制約の中で、うまく表現できていると思います。ハンドルはいかにもフォルクスワーゲンといった感じですし、ダッシュボード周りも、特に面白みがあるわけでもないですが、まあ、ポロならこれでいいというか、これがいいのだろうといった感じで、真面目一辺倒です。セレクトレバーはストレートで、マニュアルモードもついていますが、パドルシフトでも操作できます。トランスミッションは、7速のデュアルクラッチです。パーキングブレーキがオールドファッションなハンドブレーキというのも、フォルクスワーゲンらしいですね。内装のクオリティは相変わらず良いのですが、あまりにも乗り降りがしづらいという点はいただけません。B ピラーが太く、車を出る際は腰をぶつけますし、車を降りて立ち上がろうとすると、今度は頭をサッシュにぶつけます。乗り込む時も、シートの端の部分が硬く、太ももが痛くなりますし、乗り降りするだけで、ボロだけに、体がボロボロになった気分です。カーナビ画面は、iPad のように、ぬるぬると地図を動かせます。Apple の、CarPlay にも対応していますし、燃費計や、タイヤの空気圧などの、車の状態を表すメニューもあります。また、今時当たり前といえばそうですが、クルーズコントロールも、ハンドルのボタンから操作できます。ワーゲンの上位モデルのように、メーターは液晶というわけではなく、普通のアナログですが、その間には、白黒で、オーディオ画面や、ナビ表示、燃費計などを表示することができます。まあ、これくらい、カラーにして欲しかったですけどね。後ろの席に乗ってみます。身長176センチメートルの私が、適切なドライビングポジションを取った状態では、膝周りには、げんこつ1個くらいの余裕で、車の大きさから想像するよりも、広くはないです。とはいえ、平均的な日本人なら、4人までは普通に乗れますし、外国車の割には広いかなと思います。窓も大きく、明るくて開放感もあるのですが、やはり前の席と同様、乗り降りはかなりしづらいですし、サッシュに頭をぶつけます。このサッシュは何のために出っ張っているのでしょうか。側面衝突あたりの対策なのかと想像するのですが、
本当にやめてほしいです。ラゲッジスペースは、VDAK 速報式において、351リットルが確保されています。奥行きはまあまあありますし、深さも良好です。床下スペースは、スペアタイヤを置くかのような形状ですが、実際にあるのはパンク修理キットです。また、6対4で、分割して後部座席を倒すことができます。エンジンは、直列3気筒の DOHC-1000cc のターボ付きで、最高出力95馬力、最大トルク 17.9kg です。先代は、4気筒の 1200cc でしたが、最高出力、最大トルクともに向上しています。ただ、カタログ燃費は下がっています。後編では、フォルクスワーゲンポロの走りや乗り心地について検証していきます。